と君のお父さんは後悔をしていたんだな。そうだよ、人は時間を止めることで完璧になれる。そうだ、あとは美化されていくばかりで汚れることもない。お父さんの愛情は思い出の中に住んでいる。だから美しいんだ。欠点など見えなくなっていく。死人は美しい。そして償いを許してはくれない。懺悔は受け入れもされず、聞き入れてももらえない。聖者は醜い。自分を責めて後悔だけが大きくなるんだ。君と同じさ。それはいいことだ。いくら謝りたくても死人は何も返事を返せない。それを知るのはいいことだよ。僕たち恋人なんですよ。いいでしょ、羨ましいでしょ。はあ、羨ましいですわね。うんうん、羨ましがるのも当然ですよね。僕この人と結婚するんです。それでたくさん子供を産んでもらうんですよ。何です、ニワトリさんの真似ですか。恋人になったら次は結婚ですよ。何を動揺することがあるんです。花いっぱいの教会で結婚式を挙げて白い家に住むんです。犬は飼いませんけど猫も嫌です。ああ白い家と言っても小さいのは嫌です。白亜の豪邸にしましょうね。何言ってるんです。新婚早々に別居なんて勘弁してください。
今は城に住み込みですけど、外部に居を構えちゃってもいいと思うんですよね。どこぞの迷子くんも住んでいないも同然ですし、僕奥さんと片時も離れずイチャイチャしていたいんですよね。あ、家事はしなくていいですよ。家政婦を雇いますから楽しちゃってください。あ、でも子供の世話を乳母任せにするのは嫌だな。そうですよね。子供の世話はやはり他人には任せられません。そうですわ、可愛いお子様ですもの。赤ちゃんって可愛いですよね。私、お世話を手伝わせていただきたいですわ。見知らぬ乳母など雇わず、ぜひ私たちにお任せを。可愛がりますわ。ペーター様とのお子様なら、きっと可愛らしいウサギが生まれることでしょう。可愛らしいでしょうとも。可愛らしいに決まっています。僕とあなたの子供ですよ。子供は何匹くらいがいいかな。たくさん欲しいな。ねえねえ、あなたは何匹くらいがいいですか？僕、たくさん欲しいですけど、あなたのお腹が痛くなるのはかわいそうだから、2、3匹でもいいですよ。まあ、やだわ。照れちゃって。子供はいらないとおっしゃるんですか？赤ちゃんって可愛いですわよ。ぜひ私にも抱っこさせてください。ダメです、ダメです。雑菌がうつりますから触らせません。何か言いました？
僕の子供産んでくれますよね。ね。だってここの方がいいんですか？そんな、僕はいつだってあなたに触れていたいのに。あなたと僕と可愛い子ウサギ、幸せな家庭を築きましょう。間違いなく誰もが羨む幸せな家族になりますよ。かたくなですね。ひょっとして子供が嫌いなんですか？小動物はお好きなようだから、てっきり子ウサギもお好きだと思っていました。ごめんなさい、僕が悪かったです。子供がたくさん欲しいなんて押し付けるようなことを言って。あなたが子ウサギが好きじゃないならそれでいいです。子供なんて少なくてもいなくてもいいですよ。一番そばにいて欲しいのはあなた。子供はいなくてもあなたがいてくれればそれでいい。本当はね、子供がいればあなたは優しいから絶対に僕から逃げなくなる。そう思ったんです。だから、あなたがどこにも行かないで僕のそばにいてくれるなら、子供なんていなくても構いません。子供がいてもいなくても僕は同じだけあなたを大切にします。
ペーター・ホワイト。最初に執着したのは君だろ。奴は自分に執着してくれ、忘れないでいてくれる君にすっかり虜にされてしまったのさ。ハートの女王にも言われたのか。なんだか彼女は楽しんでいそうだな。もちろんからかってなんかいないさ。事実だよ。私はいつだって事実しか話していない。ペーター・ホワイトがあそこまで君に執着するのは、最初に君の執着があったからこそだ。ああまで思われて思わずにはいられなかった。君があいつにこだわり、あいつも君を意識した。気に入って見ているうちにころりと落ちてしまったんだよ。かわいそうに、ペーター・ホワイトは誰にも気を許したことがなかった。懐に入れてしまった途端、イチコロだったんだ。いいや、君は何度も会っている。君の孤独と開口、そして後悔がペーター・ホワイトを虜にしたんだよ。君はずっとペーターと一緒にいたんだ。そしてそのことを大切に思っていた。
そう、今のように、あるいはそれ以上にね。君はペーター・ホワイトを、それはそれは大切にしていたんだよ。まるで宝物。違うよ。君はペーターの中にいたんだ。あいつも君が穏やかに過ごす手伝いをしていた。だがタイムリミットも近づいていた。君と過ごす時間は終わりが近い。それで奴は私に相談した。手を貸してくれませんか、ナイトメア。仲間のヨシミだと思って。いいよ、いいとも。手を貸そう。あっさりしすぎていません？交換条件は何です？手伝ってもらうからには何か対価が必要でしょう。いらないよ、何もいらない。拍子抜けです。時計屋の目を盗んでよそ者を入れるのはあなたにとっても手間でしょうに。何、わけのないことだ。ユリウスは仕事に対して真面目だから越権行為だと怒るだろうが、たまにはルールを無視するのも悪くない。私がルールを破る機会はそうはないのだから、許してもらおう。それに対価ならもうもらった。私はそんなお前が見られただけで満足だよ。さぞ滑稽に映ることでしょうね。自分でも愚かなことだと分かってはいるんです。でも彼女に夢中だ。彼女を幸せにしてあげたい。この世界に連れてきたら彼女自身に選ばせないといけないぞ。どこへ行くか、最終的な判断を下すのは彼女になる。分かっています。何でもいいんですよ。彼女が幸せになるなら、何でも。それって、彼女は幸せになるのか？